方です。はい、なんかコスメとかいろいろ教えてもらいました。まあ、ラルム仕様なので、いつものミクじゃないと思います。 今見てわかる通り、ちょっと。でもこれでも、だいぶメイク落としたんですよ。そうなんですよ。目がね、ちょっとね、ラメ感がすごい。でもこれだとちょっとわかんないけど、ちょっとキラキラしてる感じですね。ということで、今日はもういつものミクじゃないので、はい、そういうコメントを控えてください。 ということで、1000人、1000、1000、2000人ぐらい集まりました。ありがとうございます。ということで、まぶた見せて。どうですか、キラキラ。ちょっとわかるか。あ、これ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 、キラキラーってしてる感じで、マスカラがちょっと、なんだろう、赤いマスカラで、そう、ちょっとアイシャドウとかもそういう感じです。ラメってますよね。 キラキラ。ということで、ミクってめっちゃまつげないのに、まつげしてない。何言ってるんですか？っていうか、まつげ本当になくて、ミクも本当にまつげないんですよ。本当に、なんかでも薬局とかでまつげを長くする美容液とか売ってあるから、それを買いたいってずーっと思ってるんですけど 行動に出ない。買いたいとはずっと思ってるんですけどね、行動に出ないですね。買いたいです。でもすごく、なんかまつげの美容液でまつげを増えるか分かんないけど、長くなるらしいんですよ、まつげが。で、結構メンバーそれ使ったりしてるので、なんかメイクとかやってると、メイク落とす時とかに一緒にまつげ抜けちゃったりしちゃうから、そう、まつげは短いです、私多分1センチもないよ。 だからいつもマスカラで頑張って長く見せてる感じですかね。女の子多いかも今日。ミクはね、これ使ってます。これ、このマスカラ使ってます。これめっちゃいいですよ、女子の皆さん。不老不死のモテマスカラなんですけど、のこの色のこのタイプ。これ多分普通にどこにでも多分あると思うんですけど、これはめっちゃいいです。これはもう本当に伸びるし、ダマになりにくいし、モテマスカラですね、これは。ミクはこれは、薬局かな、薬局で買いました。あ、ドンキとかにも売ってんのかな、わかんないけど。でもこれめっちゃいいです。はい、これはおすすめしますね。男子でも大丈夫。 いいんじゃないですか。 ね、大丈夫と。かなちゃん、ダマになるのけない。そう、私もよくダマになりやすくて、でもこのマスカラにしてから全然ダマにならないですね。これすごいです。あと、これはお湯で落ちるマスカラなので、すぐ落ちます。メイク落としだけじゃ多分落ちにくいマスカラたくさんあると思うんですけど、これはお風呂入って一緒にミカメイク落とすんですけど、その時にすぐ落ちる。お湯で落ちるからすぐ落ちるよ。いいです、女子の皆さん、ぜひ。なんか別に、なんかね、そのやってるわけではないんですけど。 はい、別にこの、何、このマスカラモデルみたいなのやってるわけではないんですけど、私がおすすめするのでもすごいいいです。俺まつげ長いから開けるって。欲しい。 欲しい。ミク、逆に眉毛いらない。眉毛りりしいんです。 だから、YouTuber みたい。 こちらはですね。 YouTuber モテチャンネル。じゃあ眉毛と交換し、あー、したい、交換しましょう。眉毛太くなった。眉毛描いて、全部メイク、ほとんど、まあベースはミクがやって、あとはやってもらった感じなので、これも多分描いてます。眉マスカラとかやってると思う、わかんなさそうでも言っても。
ということで、ラルーム撮影やってきました。イエーイ。はい、ね、ミルンと二人でね、撮影をに行ったんですけど、はい、ラブベリーの専属モデルやってたから久しぶりでしたね。うん、なんかでもこの時期だからすごい寒かったですね。衣装めっちゃ可愛かった。うん、可愛かった。最近めっちゃ寒いよね。そう、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。発売楽しみ。お、発売日は来年の2019年の1月17日発売です。アンケートとか多分あったらぜひみくちゃんよかったって書いてください。はい、よろしくお願いします。アンケートなんか結構多分いいね、いいと思うのでアンケートよろしくお願いします。そう、嬉しい。ラルムさん、なんか本当ラルムって感じでした。そう、ミカはねポニーテールでした。髪型もね決められてて、まあ、いつもラブベリーもそうです。ラブベリーも髪型決められてますね。でも何がいいって聞かれる時もあるけど、アンケートもちろんって。ありがとう。ポニーテール、もう前髪もねちょっと薄くなってる。2人とも人形さんみたいだって。ああ、カシさんありがとうございます。ミルン可愛かった、可愛かったです。美咲ちゃん、うん、3期生ですね、一緒な同期なんで。うん、確かに、なんか石原さとみさん風メイクみたい。うねうねの触覚とか前髪とか、うん、ってことで、ラルムって男子でも買えるって。はい、買えます。買えます。あ、まあ、ミクのファンの人はそれこそネットとかで買ったり、ミクのお父さんとかは普通にラブリーの時買ったりしてましたよ。買えますね、みんな。いけるって、ほら、まあねって、気持ち次第だって。ほら、米翔さんは気持ち次第って書いてる。気持ち、笹弘さんとか通販で買うって書いてるし、シトトさんメンタルの問題。ミクリンが見たいでしょ、痛いでしょ。はい、なんとかなります。そう、なんとかなる。なんくるないさ。あ、僕はホヤで買えた。あ、ありがとうございます。だから大丈夫、男の子でも買えます、全然ね。ね、あ、タワーがなんていうの、ロータスさん、ロータスさん、タワーありがとうございます。ロータスさん、こんばんは、ミクリンね、こんばんミクリン。福岡タワー、ロータスさんありがとう。寒いですか今日は、元気ですか。ありがとうございます。ロータさんもぜひ見てください。検討中って、見てください。はい、ロータさんとありがとうございます。はい、朝5時から夜10時まで頑張った回あったねって。はい、本当に4時過ぎぐらいに起きた回あった。毎朝。うん、あれもうあっという間でした、本当にあっという間。でも普段のなんかラブベリーをやってた時よりか全然気持ちも違ってて、なんかラブベリーの時はなんだろうな、専属モデルさせてもらったんだけど、なんだろう、そんな楽しい感じだったの。すごく楽しい感じで毎回撮らせてもらってたんだけど、今回はもう約1週間ぐらい、結構さ、毎朝ショールームとかやってファンの人と一緒に頑張って勝ち取った中でのラルムの、雑誌に載れるということだったから、なんかもう心が感謝の気持ちで溢れてる撮影でした。本当に
ワンカットね、本当にありがたい。だから気持ちが全然違った、本当。しかもそのおかげで早起きなれたし、あの期間眠すぎて大学でずっと寝てた本当ですか。ミクも寝れる時に 寝ないとやばいと思って、移動中とか SNS メール送ったら寝てって感じでしたね。暇さあれば寝てたよ私も、はい。なんかさ、配信できない時間とかあるじゃないですか、だから寝てたりした。初タワー投げたのが懐かしい、ありがとうミクはハートタワーが懐かしいうん、撮影の衣装ってもらえることもあるの？いや、もらえないですね、基本。基本もらえないですね。あと汚してもダメですね。だから大事に使わないとって感じです。でも なんだろうな。たまにもらえる時もある。たまにね。はい。そうそう。もうこれ使わないなっていうやつとかはもらったりしますね。でも最近はないかも、うん、かな、うん、そんな感じかも、はい。ライブ衣装ライブ衣装もらえないよ、ライブ衣装もらっても着ないよライブ衣装もらったらショールームでコンサートしようショールームでソロコンするミクリンソロコンって書いてあるえっと何月号に出るの？でも1月17日発売ってことは1月号、1月17、来年の新年号ですに出ます、はい。でも何月号なんだろう、2月号かなあ、2月号なの？新年号、新年号なんだろう。まあでもまあわかんないけど、はい、1月17日なので見てください、はい。1月17日要チェックや、そうお願いします。あ、でも1月盛りだくさんかも。1月他にも1月2月とそこら辺は結構発売されるミクの雑誌、あの撮影とか雑誌が多いかも、うん、この時期ありがたいですね。だからみんな告知していくのでメモっててください。忘れない、忘れちゃうので ね、覚えようと思ってもさ忘れちゃうよね。その日俺の誕生日だ、おすごい、うん、メモメモメモしてください、うん。2019年はミクの年にしたいね。本当に、まあ、17歳になって9月でだから、なんか17歳は本当にいい年にしたいから難しいけどミク 16歳っていうか、もう2018年よりいい年さもないんじゃないかってぐらい、すごいファンの皆さんも頑張ってくれた年だから、うんねえねえ、でも変わらず、今の流れ変わらず2019年いきたいなと思います。セブンティーン、そうセブンティーンだから、セブンティーン、今でも君が一番だ、卒業アルバムの右の端、うん、セもっといい年にしようね、うん、しようね。何のリップ、あ、このリップわかんないなんかいろいろ組み合わせて何でもない色、はい、何でもない色です。あ、 ST はトロちゃん1位だったね、お、トロちゃんおめでとう、おー、すごいですね、トロちゃん嬉しい、嬉しとロブ、ありがとロブ。
トロちゃん、トロちゃん、あ、トロちゃんミクのショールームでも応援してくれてたから、おめでとうロブだね、うん、今年の漢字ミクリンだったら何？漢字一文字？めちゃめちゃ迷うんだよね。なんか漢字一文字でしょ。なんかいいのないかな。は。なんかファンの人の見ていこう。みんな滑りとか地獄やめてくださいよ。あ、いいですね。温玉さん伸びる。このあーこれいいですね。身長も伸ばしたいし、運も伸ばしたいしね、伸びる、いいですね。いいですね。そうね、あのね、司さん、そう、ミクも上がるとちょっと考えたんです、上がるって。そう、上がるもまあね、迷った。うん。そう、上がるも迷ったの。上がると伸びるどっちがいいかなと思ったんだけど、うん、分からん分からん決められない。まだちょっと来年楽しみにしててください。多分書く時あると思うから、それこそさ、来年のさ、あの年明けのさ、福袋とかかな、鏡餅割りとかかな、なんかそういう時に書くじゃないですか毎年。だからその時に考えます。なんかいっぱいあるもんな。でもなんかその個人だけのじゃなくて、ミクとファンの方っていうのを考える1年にしたいから、絆とかかな。なんだろう、個人だけだったらまた違うけど、今年漢字一文字でってなったら、ちょっとファンの人ともっとなんか団結したいなって気持ち強いのでかな、絆かな、なんか、いつでも気持ち同じ気持ちがいいなって感じ。なかなかさ、お互いの気持ち言わないと分かんないじゃないですか、そんな超能力者でもないし。だからいつでもなんかね、思ってること一緒だねみたいな感じで団結していきたいので、絆とかかな、分からん、そんなね、そんな、まあ来年考える、かな。マオパニっぽい、うわ懐かしい懐かしい名前出てきた みんなはどう？毎月ラルム出てほしい、かわいい。ああ嬉しい。ラルムってでも専属ないんじゃないですけど、多分レギュラーとかじゃない？レギュラーなりたいですね。いや、ラルムの雑誌見たんですけど、あかりんさん乗ってて、あの吉田あかりさん、レイの専属やってて、ラルムも乗ってて、もうすっぱりだこ、すごいですね。なんかやっぱ女子の憧れじゃないですか、すごい。しかもそれも YouTube からこうやっていってさ、すごいなぁと思う、うん、あとゆいゆいいたね。ゆいゆいはレギュラーだから可愛いんですね、うん、ぜひなんかね、なんかね、そういうファッション雑誌また乗りたいですね。今はラブベリーがね休刊なので、うん、かわいな、初見です。あ、ケインちゃんありがとうございます。初見なんだって。初見フォローしてください、ケインちゃん。でも表紙も嬉しいよねって、
でも表紙じゃないんです、ないですよ。ラルムなんか表紙と思ってる方いるけど、表紙じゃないです、表紙じゃないです。でもなんか他の雑誌の表紙とかもちろん嬉しいですよね。うん、そう、ミルンちゃんとも今日話してた、表紙って思ってるファンの人多くて悲しいねって話してた申し訳ないですね。でもそれぐらい今は難しいんですよ多分。うん、そう、少しでも乗れるこのありがたみですよ。はい、よいしょ、ありがたみを忘れちゃダメ。うん、あ、デカはロマンティック病に言ってる、嬉しい、ロマンティック病やったー、ありがとう、嬉しい、ロマンティック病大好き、ゾクゾクするくないなんか自分が踊ってる時っていう意味じゃなくて、なんかたまに曲でパッて流れた時にゾクゾクってする、こうイントロかっこよすぎて、チャンチャンチャランチャチャンチャンチャンが、え、ゾクゾクするくない、え、するくない、するくないの方ね、しない、ゾクゾクしない、なんか、あ、ゾクゾクしますよね、うん、あ、しないですか、ミカゾクゾクします、なんか来た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 ってなるよ、うん、ちゃんちゃんちゃらんちゃちゃんちゃんちゃんのこのイントロで、このイントロがイントロ好き好き病だから、なんかもう、あ、来た来たってなる、長野さんみたいにふーってなるよ、はい、ミク来てーってなる、あ、そっちそっち、ミカイントロ来たってなるよ、ミクは、うん、テンションテンション、はい、ワンツースリーってなる、うん、あれは何なの、ワンツースリーはファンの人言ってるの、いまだに分かんない、ロマンティック病の仕組み仕組み仕組み、煽り煽り煽りコール、いまだに分かんない、チャン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 、ワンツースリーは、いや、言ってる、あ、言ってますか、あんま聞こえないんですよね、へーとかフーだ聞こえるけど、え、じゃああれですね、煽れますね、ちゃん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 、せーの、ワンツースリーってできますよね、あ、言ってるっけ、いつもちゃん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 、あれ引き目ぐらいフォーレンズ、どうでもいいフーみたいなやつは言ってますよね、うん、ふわりふわり浮き上がれ、サビあるかな、ゲズ悲しみをコンコにしてて、ダーンみたいなやつもありますよね、あー難しいですね、うん、せーのとか言えますね、うん、トゥルトゥルトゥルね、あれは好き、いや本当にいい曲いただきましたね、本当に本当にいい曲、うん、はい、今週ライブだねって、お、今日10、ほんまやな、確かに、うん、うん、あ、うん、あ、うん、ああ、え、今日12月ですよね、びっくりした、カレンダーが11月のままになってたうん、12月、あ、今日12月ですよね、おお、カレンダーが11月だったからあれって思った、15と16ですよね、びっくりした、今日12月、12月ですよね、今月、今12月ですよね、うん、カレンダーが11月のままになったからびっくりした、カレンダー解かなきゃですねはい、そう、15と16が AKB 紅白ですよね、確か、そう、あのね、さっきカレンダー見た時に17と18が土日になってたから、あれって思って、さあカレンダーよ、まず月が違った、うーん、はいそうでね、本当に、うーん、え、あとなんかコメントに書いてあった、あと
っか行っちゃったよ。あと5日だって。え本当だ、あと5日じゃん。あと、なんなん、あと5日なん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 、あと5日、あっという間じゃない。まあ私はバッチリなんですけど、はい、もうバッチリバッチリなんですけど、もちろん、はい。緊張する。あと5日か。でも考えたらあと5日でさくなこちゃんに会える。うーん、楽しみ楽しみ、さくなこちゃん。あーバッチリ、さすが。そう、リハをね、リハからもうミクはもう本番同様やってるんで、はい。でもステージだったら意外とね、忘れちゃうもの、忘れちゃうものっていうか、ね、間違えちゃう、ね、ど忘れちゃう時もあるので、なんか最近振りより歌詞間違えるっていうか、歌詞忘れること多いんですよね。この前の公演のユニットもギリギリまで、あれ待って歌詞何だったっけってなっちゃって、リハーサルでは完璧だったのに、やばい歌詞出てこないってなって、直前にリコちゃんに聞いて、え歌詞最初あれ何でしたっけって言って、そう、あなたの瞳のふざかってて、この胸に風が吹くように、おお何かが変わったん今もうやばい、あなたの瞳のふざかってて、この胸に風が吹くように、おお何かが変わった気がだだだ、そう、伝わったっていう歌詞があるんで、そこが出てこなくて、あと、あタタタ、あ晴れの日ばかりじゃないと、もう一つの方と歌詞も違うので、どっちももうやばかった。なんだっけってなって、でもいざ音楽なったらできるものですね、はい。あなたの瞳のふざかだて、この胸に風が吹くように、おお何かがあったとき伝わってくるよ、悲しみの雲、ちゃ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 、うん、もう本当に、そう、いや歌詞を、歌詞、いやね、むず、そうなんですよ、なんか日頃から歌詞作っちゃう癖だからなんかメンバーにもよくいじられるんですけど、メンバーとか、まあ、ナコとか、まあ、ミルちゃんとかと一緒にカラオケとか、まあ、2人とかとかいろいろメンバーと行くんですけど、あの歌詞こう画面見て歌うんですけど、なんかノリノリになってくるともうこうなっちゃって、歌詞なんだっけってなって作っちゃうんですよ、歌詞とかメロディーも、そう、もうミクサクみたいになっちゃうから、そうだから、なんだろう、もう作っちゃうんですよね、あ分かんないから歌詞作っちゃおうみたいになっちゃうそうなんです、もう本当に、そう、歌詞変えないでっていつも言われるそう、歌詞変えちゃう、そう、歌詞変えちゃうんです本当にそう、カラオケね、カラオケの時、そう、まあ、でもジーナさんよりかやばくない、ジーナさんは何かの曲で、これ有名な話なんですけど、何かの曲で歌詞をが分かんなくて、なんかチャラチャチャチャラチャって言っちゃう、何の曲だったっけな、あ、ね、純愛のクレッシェンドだった気がして、あ、そうそうそう、はい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 、あのミクミ一回ツアーコンサートで純愛のクレッシェンドやったことあるんですけど、あの愛の雫をたった一粒与えられるだけで、たった一つのなんとかかんとか女は開くみたいな、こういう歌詞があるんですけど、どこかの部分でジーナさんが歌詞が忘れちゃったらしくて、愛の雫をたった一粒チャラチャチャラチャチャ歌ったらしくて、だからもうなんかチャラ、メンバーがなんかジーナさんにこういじって、チャラチャチャチャラチャ
あれやんみたいになってそう、本当めっちゃ面白かった、あれめっちゃ爆笑した、超面白かった。本当に面白くないですか。なんでチャラチャ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 にするのってなった。そう、愛のせたい当てれた、愛、うん、そう多分その部分かな、なのかな、ヤバタニエヤバタニエ、うん。コントやんって、そう本当に面白かった、ちんのさん本当に面白い。あと未だに忘れられないのは、誰だ、ハルピさんだったっけな、ジーナさんだったっけな、誰かが客席にマイクぶっ飛ばしたやつ。そう、前あのね、ホークスタウンだっけ、ねヤフオクの方の劇場、まだそのもともと専用劇場があったところの劇場なんですけど、そう危ない、本当に普通に危ない、なんかマンモスかなんかのその最終ベル踊ってた時にマイクボーンって客席に飛んでいっちゃった、ジーナさんだったっけな、そうそう、でデベソにこう出て行ってマイク取って拾って戻ってきたって、忘れられない、あれうわ怖いって思った、そうそうそう、そうどっか飛んでいっちゃった、そう知ってるって、めっちゃ前だよね、そうすごい、それね、まあ、ファンの人当たんなくてよかったよね、誰やったっけ、忘れた、どっちか、そう未だに忘れられない。ミクが最近やらかした劇場での話言いますね。ミクが最近劇場でやらかした話は、あの7周年公演の時に、あの朝のパート1の方で、あの3、4期プラスドラフト生で公演をさせていただいたんですよ。でその時のテーマがなんか昔の曲をいっぱいやるみたいな感じ、ちょっとネタバレしないでください皆様、そうて、あ最初の方あの昔の曲をやるみたいな流れで、でそうミクとアキちゃんが、まあ、ほぼ歌うあの USA っていう曲があったんですよ。でそれセンターなので、まあ、張り切って頑張ろうって思ったんですね。でえじゃんじゃんじゃらじゃんってやつでサビのところでカーモンみたいなところ歌あるじゃないですか。もう その時にあのヒールやったんですけど、この足めっちゃ振るやないですか、その時に靴ボーンって飛ばしていっちゃった。はい、それが最近やらかしたことですかね、飛ばしちゃったってなっちゃった。定点 DVD、 定点 DMM 映ってる気がする。そう靴がね飛んでっちゃったの、パーンってそうセンターに来て0番だったから、はい行きますよ、あ飛んでっちゃったって思って、はい、もうほんと恥ずかしかった、やっちまったって思った。そう本当にその時演出してくださった方とか本当になんかもうやばいみたいな、ミクたちの公演がまず、うん、ミクなんかもうほんと怒られてたりしてたから、で、うん、本当はもう心からマジ頑張んなきゃって思ってたのです、本当に頑張んなきゃなと思って、もう何事もとりあえず自分は全力でやろうと思って、うん、こんなぐらい全力でやろうと思ってパーンってやったらもう靴飛んでいっちゃったから、あもうやっちまったって思った、本当に、うん怖怖怖み怖み怖み担々麺、うん本当にいいね。面白かった、なんかそのBステがあるんですけど、 HKT の今の専用劇場じゃない、いろいろ回ってるけど、なんかBステがあるんですけど、そのBステの前にいる人たちは気づいたけど、多分後ろにいるファンの人たちは気づいてないですね。そう、その前のビーステ前の最前の方の人たちはみたいになってた、ミクリンみたいになってた、そう、うんだよね、笑ったって、そう笑った、あでもね怒られなかった、うん靴飛ばしたこと、ただそのミクが飛ばした後に結構でも結構靴が脱げてたメンバーいたらしくて、とりあえず靴飛ばさないでねって言われてた。靴飛ばしちゃった、本当にもう、ね、はい、やっちまったって思ったね、うん、何メートルいった、何メートルいったかな、1メートルもいってないんじゃない、でもポンってポンって感じ、それ取りに行って靴を履き直すまでが恥ずかしい、こ
こうなんかそこが恥ずかしい。靴を飛ばしたことに恥ずかしいっていう気持ちもあったけど、その靴を飛ばしてから飛ばした靴を拾いに行ってそれを履くところが恥ずかしい。はい、やっちまったエピソード。やっちまったな。みくりん面白いエピソードめっちゃある。そう、めっちゃ溜めてる。めっちゃ溜めてる。めっちゃある面白いエピソード。あと、はい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 。なんかもうやっぱショールームで面白いエピソード使いすぎて声のネタないんですよね最近。まあいや同じこと言おう。はい、なんか最近の面白いエピソード、面白いバカなエピソードもう一個あります。はい、あのインスタ最近やってるんですけど、みんなフォローしてくれてるかな。そうそう、インスタを最近本格的におしゃれにしようと思って、ちょっとツイッターとは全然区別化できてないからなんか頑張ろうって思って、で最初インスタ始めた頃はインスタ巡りの旅とかいろいろやってたりしてたんですけど、なんかだんだんとやっぱ投稿をいっぱいする方に専念しちゃって、もうツイッターとほぼ被って区別化できてなかったので、まあ、最近はまあ暇さえあればインスタ用の写真撮ってって感じで、もうほぼなんかどこ行ったからインスタ用の写真撮るじゃなくて、インスタのためにどっか行くなんですよ、もみくは。そう、もう手しないとインスタってうまく使えないなと思っちゃったので、あんま投稿できないかもだけど。でこの間六本木でね、写真を撮ってすごい好評だったんですけど、おしゃれなブランドとかいっぱいあるじゃないですか。で壁とかもいっぱいあって、でそういうおしゃれな壁とかでいっぱいいろいろ撮って、まあその中から何千枚の中からもう厳選して選んで、そうで色とか調整して載せたんですよ。背景が東京タワーみたいな背景で、なんかこう東京タワーのこの後ろの背景がすごく可愛かったですみたいな、なんかやっぱおしゃれな国でしたみたいな感じにして、載せて、でそっからこうコメント読んでいくじゃないですか、ファンの方がね、インスタに書かれてた。このコメントいろいろ読んでたら、なんかこの前その投稿した時に気づいたんじゃなくて、このつい最近気づいたんですけど、なんか SNS のコメントで、みくりんそれ東京タワーじゃなくてエッフェル塔だよって言われました。そうやっぱね、みくって本当におしゃれとか真剣にやるの向いてないんだって思って、そんなことあるって思って、確かにあエッフェル塔、ああちょっとやばいなって思いました。はい、あみたいになっちゃった。そんなわからないじゃないですか。そう、後ろに書いてあるその絵みたいなのがミカ東京タワーだと思ってたんですけど、まさかのエッフェル塔だったっていう、ちょっと格上でした、格上。はい、やっぱ子供が無理してそうやって大人っぽくインスタみたいなやっちゃダメって思った。うん、そう、子供は危険。学んだ。子供は危険だ。子供がこうやって無理して、こうやってもうおしゃれって感じでこうやって無理するからやっちまうんですよ。はい。ちょっとまあしかも子供にはまだ早い街でしたね。おしゃれすぎて、もうミクにはもうさほど遠かったです。はい。大人の街だと思っちゃった。悲しみくりん、はい、はい、そうっていう話。外人が多い街、あ確かに多かったです、確かに多かったな、うん、ギロッポンザギンも行ってみたいね。ザギンも行ってみたい。うん、ザギンでシースーしてみたい。ちょうど同じコメント見つけた、シトトさん。あみんなもシースーって、ザギンでシースー、大人だねーって。ザギン、ギロッポン、えザギンとギロッポンはどっちが大人なんやろ。でもギロッポン結構大人でしたね。ザギンのシース、多分
生きてるうちに多分一生絶対ザギンでシリスなんて食べれないと思う。ミクはもう回転寿司とかがちょうどいい。あんな回転寿司、一生回転寿司食べてそう、うん、ミクにとってはもう寿司三昧がで結構高い、はい、いいことあったら寿司三昧はい、連れてってくださいよ、連れてってくださいザギのシースーっていうところに連れてってくださいよ、はい、寿司三昧美味しいですよね。あ、私は寿司だったら、ま、ウニか、ま、サーモンかな、はい、ウニが好きです、はい、ウニが大好き、ちょっとお高い、ウニ大好き。あ、でもトビコっていうやつも好きですね。ウニ美味しいですよね。でも高いんだよウニって本当に。なんなん口癖、なんなん、高いんだよ、はあ、サーモンも、サーモンも高いんだよね本当。はい、ミクは何皿ぐらい食べる。ミクですか。でも最近ね行ってないんですよ、お寿司屋さん。最近行けてないかも、行ってない。最近お肉食べてるかな、お寿司ね食べないです、最近。はい、あんま行かないですね、最近行ってないな。ちょっと前はね結構行ってたんですけど、最近は全然行かないですね、はい、お寿司は。うーん、最近何食べるかな、いきなりステーキでも最近気づいた、いきなりステーキもちょっと高いんだなと思いました。もうなんか天神とかもっと安いステーキ屋さんとかあるから、うん、そういうのがいいですよね。いきなり行ったって、うん、いきなり、いきなり最近行きました、いきなり行きました。うん、ザギンでシーズンはそう、ザギンでシーズンは一人前4万円ですってよ。え、どういうこと、何皿食べればいいのって感じじゃない。何皿食べればそん、何皿一体食べれば4万円になるの、どういうこと。うーん、高っ。それなら普通に糸島とかで自分でお魚釣ってなんか自分でなんかさばいたり塩焼きにした方が美味しくないですか食べたことないくせにそれなもう自分で釣りに行くよよっしゃ糸島行こうってなるへ自分で釣るわ、笑う、自分で釣り、みなぞうさん連れて行くわワイルド、みなぞうさんと行ってくるはいうん、あ、今日のメイク教えて。あ、今日のメイク、今日のメイクは、あ、そうそう、メールにもちょっと書いちゃった、多分メール取ってない子は分かんないと思うんですけど、あのインスタのストーリーに、インスタのストーリーってもう1日で消えますよね、だから早めに見てください、ミクのショールームが終わった後とかでも。インスタのストーリーにアイシャドウを載せてるので、今日はそのアイシャドウ使ってます。ベースは自分のほとんどメイクだから、あと眉と目と口はやってもらったりしてたので、はい、アイシャドウで結構変わるかな。アイシャドウはインスタのストーリーに載せてますね。それかな。あと、あ、多分あとは髪だと思いますよ。普通に髪型、ミク髪型で、本当にミクは別人のように顔変わっちゃうタイプなので髪型です。涙袋もメイクさんのアイシャドウですね。はい、ですです。涙袋は白いアイシャドウじゃなくてちょっと黒っぽい濃いアイシャドウを塗ってます。塗ら、はい、はい、メイクしてる時ね、
SNS のコメントとか読んでるから見てないんですよ。もっと見とけばよかった。うん、でもそんな感じかな。はい。あ、マスカラはあの赤いマスカラを使いました。これはあの赤いマスカラです。それはちょっとよくわかんないんだけど、赤いマスカラにしようかな、しようかしらみたいにメイクさんが言ってたので、赤いマスカラです。ちょっとオフェロチック何っぽい感じ、赤なんですよ。びっくりした。普通マスカラとか茶色とか黒とかなのに赤でした。でも宮城さんがね、宮城さん、さくちゃんって言っても分かるかなと思って、さくちゃんがあのたまにマスカラとかで遊んでますよね、インスタとかに書いてたけど、そう、たまにさくちゃんはピンクのマスカラとかオレンジのマスカラとかやってたりするので、そんな感じです。宮城氏、うん、今100均にも赤のマスカラとかあるよ。なあ、この100均の有能感すごい。100均で暮らせそう100均すごい、すご100均すごすごすご、うん、うん、教えてくれてありがとう。えでも多分ミクニとかに聞くより本当にリノちゃんとかの方がいいと思う。うん、サクちゃんとか、あもうメイクはまだ子供なのでよくわかんないんですよ、メイクとか。うん、そうです、はい学びます。私もファンの皆さんと一緒にメイク学んで、一緒に学んでいきましょう、お互い。うん、そう、リノちゃんはすごすぎるって、それな、ハルリノミクさん、ティノちゃんは本当にすごすぎるんですよ。なんかリップとか、なんなんあのリップ、どうしたん、何あれ、人間の口みたいな、本当に人間のリップ口なのっていうぐらいプルルンってしてて、色綺麗すぎて、やろうと思ってももうできないんですよ人間の口かなと思って、もうねどこのもうどうしたって、神様かって思うぐらいプルルルルしてて、もうプルルルルなのね、もうすごくすぎて、もうプルルなんです。いや本当にすごい。そう、さくちゃんもメイクうまい。はい、ミクはほとんどメイクは最近適当すぎて、今日はやってもらったからあれなんですけど、適当すぎてメイクよりやっぱすっぴんの方がいいってみんなに言われます。はい、本当に難しいんですよね。さくちゃんもめちゃくちゃうまいです。そう、なんかメイク道具もめっちゃあるんですよ。はい、くれんかな余り物欲しい、うん、すっぴんがいいっていいね、頑張ってメイクしたのによはい、うん、5期生にメイク教えてあげるの、聞かれたらでもって感じです。自分からはあんま、なんかミクももともと入るとき そういうのあったんですよ。メイク教えてもらったり髪教えてもらったりっていうレッスン、メイクレッスンとかあったんですよ。本当に3期生多分あると思いますよ。だから5期生もメイクレッスン、ミクのときありましたもん。ミク小6で入ったからメイクのこと何も知らなかったんですけど、もうミク化粧水と乳液、あの HKT に入って知ったんですよ、化粧水と乳液の存在を。はい、だから多分あると思います、メイクレッスン、うん、特に5期生を幼い子多いから、うん、そう、メイクレッスンってあるんです。でメイクで左手うまくできる、できないできないできない、絶対できない。両利き使える人になりたい。おばあちゃんは両利き使えるんですよ。そう、両利き使いたいな。でも携帯最近左手でも文字打てるようになったんですよね。そう、携帯やっぱ SNS 多いから、右手塞がってる時やっぱ左手で打つしかないから、こうやってたらね、どっちも両手使えるようになった、まあ、右手の方が得意なんですけれども、
両利き使えるようになりたい。うん、たまになんか手とか6本あったらいいのになと思うこの発言大丈夫かな。なんかもう手じゃ2本じゃもう足りなさすぎて、もうミクはいっぺんにいろんなことをやりたいので、手とか6本あったらまあ楽なって思います。手とかさ塞がってる時さあーどうしようってなるじゃないですか6本ぐらい欲しい。はいタコかよだってはい、6本ぐらい欲しいですね。20本はいらない、邪魔かな、うん、イカかよってねえ、タコとかイカとか楽なんだろうなね。はい、はい、6本も確かに6本もだいぶ邪魔かな、4本ぐらいでいいかな。タコルン懐かしい、タコルン、タコルン、タコルン懐かしいですね。6本アイドル、うん、寝るとき別にそこまで考えてそこまで考えててすごい。うん、目が3つ欲しいです、怖っ。キャラメルだっけ、リボンだっけ、あのワンピースに出てくるいるよね、3つ目の子、あの子好き、キャラメルちゃんだっけ名前忘れちゃった。あ、プリン、プリン、プリン、全然違ったプリンちゃんだ、そう、キャラメル、なんでキャラメル出てきたんだ、あれキャラメルだっけとかめっちゃ考えちゃった。プリンちゃん、プリンちゃん、そう、プリンちゃん可愛い。でもめっちゃショックだった最初、見てない、ちょっとネタバレにならないったらあれだけどさ、最初めっちゃいい子だと思ってたじゃないですか、まあ、結論いい子になったんですけど、そんなさ、あんなさ、ミクショックすぎてはぁって思った。本当にもうプリンが救いだったんですよ、ワンピースの話してるんですけど今。もうなんかそう、サンジが本当にかわいそすぎて、もうミク マジでワンピース大好きなんですけど、一番見ます、ワンピースはね、小学4年生から今高校2年生まで前ずっと見てる、録画して漫画も読んで。いや、サンジよ、かわいそう、サンジの気持ちよ、さやの、そのワンピースのみんなの心の広さね、本当にすごい。あんなんさ、もうさ、ショックすぎてさ、ミク人間不信になっちゃう、あんなかんね、あんなんやったら。白星が可愛い、あー、ミクも好き、大きいけどうん、もうワンピースプロやもん、ね、もう本当に、まあ、めちゃめちゃ詳しいってわけではない、忘れちゃったりもするからわけではないんですが、いや本当によ、プリンちゃんよ、どうした、うん、エースが一番いい、それな。ミクも、ミクはエースとハンコクがいっちゃん好きですね。まあエースよ。でもどっちも出ないからさ。うん、っていう、握手会でもそういう話するんですけど、なんかファンの人が最近握手会で、なんかエース復活説出てるよみたいに聞くんですけど、もうそれだったらもう、噛みすぎますね。泣いちゃう泣いちゃう。え、もしもエースが復活したら号泣。ってなる、もうエースが死んじゃうシーンでこの世の終わりかってぐらいめっちゃ泣いたんですよ。もう今でも涙目になりそうなぐらい好きで、ミク的いいシーンがチョッパーとチョッパーのチョッパーがあのまだ雪の国にいる時、おじいちゃんとかねとお別れする時が、あれもめちゃくちゃ泣くじゃん。でもうエースが死んじゃう時にミクはもうミクも死んじゃうぐらい泣いた。本当に感情移入しちゃうから、ワンピースは本当に好き。すまん、復活はしないですしてほしい、お願いします、復活してください。あの方によ、
あのワンピース描いてる方誰でしたっけ、あのワンピースの小田さん、小田さんに頼もう、お願いエース復活させてください、小田先生、小田栄一郎さん、そう小田栄一郎さんにおあのエース復活しないかなって頼みたいな、そう小田さん、いや復活してほしい本当に、したらもう激アツだよね。え熊本ですか小田さんって、えはぁ、そうなんですか、え熊本ってめっちゃ神やん、すごい、そうなんだ、今知るっていう、え熊本めっちゃ強くない、熊本、えなんなんこの、えめっちゃ嬉しい、なんだろう、小田さんが熊本っていうこの私も熊本でよって言いたい、え何この、え私も熊本、小田さん、小田さん私も熊本です、え熊本熱、えめっちゃ嬉しいんだけど、なんかこのなん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 、何これさあ、えめっちゃ嬉しくないですか、だってあのワンピースを描いてる小田さんが熊本ですよ、なんか親近感すごい嬉しい、ヤバタニエ本当、森高千里さんも熊本、あそれ知ってますよ、あのこの街っていう歌をよく歌いますよ、いい歌詞なので、うん、いいですね、ちょっといいっすね、ワンピースのお仕事来ないかな、12533人の方ワンピースのお仕事お待ちしてまーすお待ちしてまーす、お待ちしてまーす、声優とかでき、はいお待ちしてます、はい、あの風の音とかでもいいですよ、ワンピースのこういう風の音とかたまにあるじゃないですか風の音だけでいいからお願い、どうか出させてください風のたまにほら戦う前とかそういう風の音あるやん、風田中美香さん風の音だけでいいからお願い出させてくださいうん、お母さんから連絡来たな、え、すいません今お母さんからピコーンって連絡来たんですけど、え、みんなこれ言っていいのかな、あでも言っていいことなのか、えワンピースのお仕事入ってたらしいですよ、うワンピースのお仕事、うでも仕事がかぶって行けなかったってママから連絡来ました、てかなんでママが知ってんの、なんでそんな話、確かにそんなある何の仕事がかぶってたんだよって言いたいよね、え衝撃の事実、えどういうこと、そういうことか、ワンピースの仕事入ってたけどみたいなお仕事は入ってたけど、ルフィの銅像のやつって来た、なんだ熊本のやつかな、えだけど仕事がかぶっていけなかったんだって、マジか、熊本ありがたいですね、いっぱいお仕事を熊本でさせていただけるので本当に、はい、さすが応援大使あー最悪でも仕方ない、お仕事が被ってたんだ、そうよく熊本のお仕事をすごい本当にすごいたくさんいただくんですけど、土日のお仕事とかが割と多くて握手会っていつも被っちゃうんですよ、つらみたん
そうだからほとんどなんかいろんな熊本でのイベントとかもあって、そういうのも多分地道に、まあ、いろんなイベント多分参加する予定だけど、土日とかほぼ握手会だし、最近は池袋の方でも活動とかやってるから多分できないんだろうね。いやあ、ハンドボール熊本とかもね、かぶってたんですよね。そうだから映像で撮って送らせていただいたりもしました。そうハンドボールのお仕事とかもこう熊本で開かれるオリンピックやるので、それのなんかなんとかの式みたいなやつ本当あったんですけど、歌番組東京「M ステ」かな、なんだろう、なんかのベストアーティストかな、なんかの歌番組があって行けなかったからムービーで撮らせていただきました。ワンピース、ワンピース、じゃあいいよ、風の音で出よ 風の音で出ましょう。ワンピースのお仕事いただいたらもう嬉しいみくりんです、本当に。すずは超絶推しオレンジさん、はじめまして。ずんちゃんの消化公演755でありがとうございます。ああ、こちらこそありがとうございますっていうか、わざわざルームまで来てくれてね、嬉しいね、ありがとうございます。優しい方、オレンジさん。ずんちゃん、応援して、や、応援し、ね、ずんちゃんね。ずんちゃんは755でよく拍手くれます。はい、AKB のメンバーは結構755拍手くれます。はい、通知来てます、ちゃんと見てます、ありがとうございます。すごい。ああね、昇格ね、最近嬉しい報告が AKB グループ全体通してあるのでね、いいですね。なんか TDC でなんかソロコンとか行われるメンバーさんとか AKB さんも多分やりますよね、来年頃ね。HKT も博多座とかあるし、コンサート多くて嬉しいですね。改名してほしいな、だって。お、やりますか？改名タイム。そうだったんですね。あ、そうそうそう、そうなんです。拍手ありがとうって言っといて はい、ミクのソロコンみたい、あー、やりたい、ミクもやりたいです。フェメタイムしようじゃ。でもこんなミクのドゥームに人生変えた人いるかな、まあ、1万人ぐらいの人いるか、いるか。じゃあ人生変えたい人、あ、すごいいっぱいいた。こうちゃん、みこおし、改名よろしく。あ、こうちゃん？こぐり、こぐり、こぐり。こぐりす、こぐりす。あ、クリーブアイコンでこうちゃんでしょ？こぐりす。それでお願いします。いろんな意味になる。栗とか。クリスとか。こぐりとか。こぐりすね。はい、次。どんどんいくよ。くりまるりくくん、解明お願いします。くり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 です。くりりくくんはくり。はい、マー君お願いします。マー君、宮脇さくら、亀推し。マー君、今だけさくみこ推し 最低 次次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 次
階段階段になっちゃったよ。有心打診、性別変えて有心打診。あ、有心打診は、優勝。全然意味のないやつ。優勝。今日はちょっと不調かも。不調かもしれない。次次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 次どうしようかな。ちょっとこれめっちゃ待って、めっちゃ流れが早い。
足のつま先の爪、あ、そうですね、爪からどうしましょうってきた。足のつま先の爪は、おなら最低おなら、どうやか、おならっちょ、おならっぷ、ありえん名前で、じゃあおならでいいじゃん。おなら、ありえん名前でしょ、こんなありえないでしょっていう名前でしょ、おなら、もう最高じゃん。はい、でも待って、ダメだ、星になっちゃうじゃん。じゃあ、おなっちょ、おなっちょ、かわいいから。あ、おならっぷ、あ、でも星になってない、おならっぷ、かわいいから、おならっぷ。よし、萌えちゃん改名してください。萌え萌え、かわいいから普通に萌え萌え。マカレート、チョコレートにしようかな、チョコレートもう完全なるチョコレート。あず、そろそろ改名したい。お、どうしようかな、あずにゃん、かわいいから男の子だったらごめんなさい。ミクのヒーロー、お、ミクの勇者、はい、次は、シロリンルンルルお願いしますって。お、猫が2つ、猫全然名前とからね、猫が2つ、白猫2つ、はい、白猫2つ。あ、エスプキンさん、お、パンプキン、もうパンプキン、リサピョン、全然本当に全く関係ないんだけど、リンゴ、次、こ、あの名前をつけるんじゃなくて人生変えたい人がやってるやつだから、もう本当に知らないからね。笹広さん、支える、支える、支えるさん、支えるさん、支えるさんです、支えるさん。まさるさん、まさるさん、バナナが3つこれバナナのアイコンでしたよね、バナナが3つ、まさるさん、バナナが3つ、お猿、あ、はいはい、バナナが3つ、お猿さん、長いかな、バナナが3つ、お猿さん。ミクスケ、ヤバ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 スケ、ダイヤさん、ダイヤさん、ダイヤモンド、改名だから、これ人生変えた人が やってるやつだから、はい、次次、ミーヨン、あ、ミーヨンラブさん、あ、次期総監督じゃないですか、次期総、次期、次期総総、次期総監督。次、808、人生やり直す、SOS、 前田所長が解明タイム見てる、あ、さっきいましたよねあ、おならだ、おならだ、書いてきたやつ、違う違う、おならじゃなくて、おならっぷです、おならっぷ、おならっぷですよ、はい。あ、アズニャン解明してきた、あ、やった、次は、どうしようかな、あ、バナナが3つ、おさらさん、やったー、おさらさん、やった、はい、次次、つかささん、あ、つかささんは、つかさみこうし全然多分違うと思うんですけど、つかさみこうし、はい、ディクトさん、あ、猫とフライパン、猫とフライパンです、ディクトさんは猫とフライパン、はい、そのうち猫パンになるから気をつけて、あ、階段になってる、やったー、水のりさん、キョコさん、あ、かわいい、キョコさん、解明お願いしますって、やったー、今日、キョコ、
キョコ様、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 もうお姫様、キョコ様。すごい、これ幅広い、階段になる人もいればお姫様になる人もいるんだね。ゆうたさん、あ、違うね、これは解明してくださいって来てないね。変えてくれい、だってミクって来てる。えね、ハタネコ、ハタネコ、これ猫が旗持ってるやんな、ハタネコ。次、ゆうた、解明してくれ。あー、ゆうたこす、はい、クリぼっち、解明してぼっち。次、ななみさん、解明してくれって。ななみゼミ、川の流れのように、あ、解明よろしく。お、やった、あ、いいんですか、変えて。ただの川。次はジンジン、解明してください。ジンジン、痛いよーっていう名前さん、ありがとうございます痛いよーです。夏美ちゃん、お尻解明してください。お尻、お尻最悪、お尻。ゼンちゃん、人生変えてください。ゼンマイ侍キムビオビョンユンさん、ミクキムさん、ミクキムさん、さん、ぼっちになったやった、ぼっちさん次はヤマルンさん、解明してほしい、だって。あ、ルンルン、ルンルンがいいな。ヤマルンさんはルンルン。ホワイト岩手さん、解明よろしくお願いしますって。お、岩手、白岩手。次は、シュトトさん、解明お願いします。シュトトさんはシュート、もう取っちゃう、シュート、シュートしちゃう、シュート、次、広島の山ちゃん、解明したい。よし、ちゃんと言ってくれたらいいね、解明したいって。広島の山ちゃんは、あー、お好み焼きお腹すいたからお好み焼き、はい、よろしくお願いします。あ、月火水木金土日、おー、いいじゃん、1週間はい、いいですね、もうためちゃおう、もう長いから1週間の人、はい、あなた月火水木金さんは1週間。次、高尾さん、お、これは、高尾さん、高尾さんでしょ、高尾、高尾ラップでいいんじゃないですか。なんか英語で書いてたから、なんかノリノリそう、ウェイみたいな感じそうだから、高尾ラップ。勝野伸さん、勝野伸さんはかっちゃん、かわいいやん、かっちゃん。でもこれパンプキンみたいなやつやって、かわいいね、かっちゃんですね。ミクポニーさんは、ミクポニーさんは、ミクの馬ミクの馬、ミクポニーだ、何がいいかなと思って、なんかミクが馬に乗ってる絵が浮かんできたから、ミクの馬。次は、ありがとうミクに、お、1週間どうも、1週間と思ってめちゃめちゃじわ、あ、マー君、今だけサクミクかもしれない、解明しました、おー、ありがとうございます。今だけサクミク推しなんで、人生変えてきてくれてありがとう。船長、解明してくださいって。あ、ミクジャンさん、お、やった。じゃあ今日からミクジャンさんは隊長だ、隊長。はい、次は誰がいるかな。あ、シュート、帰ってきたよ。あ、たなっちゃん、おみく解明してって。じゃあおなっちゃんおみくって言われちゃったから、はい。あ、ゆうたこす、やった、ゆうたこす、めっちゃおもろいやん。アスカ、解明してくださいって。レボリューション、みくちゃん単押しにしてくださいみくに名前、みくの名前好き、解明してって。ジリリン、お、ジリリンは、じゃあごめんけど今日から目覚まし時計になってもらいたいので、目覚まし時計でお願いします。解明しますからお願いします。ワンダホー、おー、ワンダホーめっちゃいいやん。ツーダホーツーダホー、ツーダホー、ツーダホーにしてください。ワンの方はやだ、ツーダホーがいい。福ちゃん、解明してください。ナコミク推しって、じゃあ福ナコミクでいいじゃん、福ナコミク、トリプル、解明よろしくって。あー、これやー、かわいそう、名前がないね、絵文字で。
どうしたもんか。モンモン、モンモン、モンモン、モンモンにしましょう。ミクモンモン、モンモンで、かわいそう、モンモン。はい、こんな顔してた。あかねです、助けてって。あかねちゃん、あかねちゃんは赤もんもん、赤もんもん、初めての解明した。ゆうたん、ゆうたもんもん、ゆうたもんもん。あ、隊長やった、変えてくれてる。エリピピ解明してくれた。エビ、いや、なんかエビっぽいから、エビ。ミクリンしか見えない。何に変え、どういうこと？え、ミクの優勝、あ、変えた、やった。ハッシーさん、解明してほしい。あ、ハシで、ハシ、ハッシーじゃなくて、今日からハシ、うん、ミ、ハシ、ハッシーはもう今日からハシ、うん。次はイケヨンタルさん、イケてる、イケてる、イケてる。ゆりなさん、ゆりにゃん、ゆりにゃん、まさきさん、まーさん、まーさん、まーさん、こやばん、こやばんは今夜の晩ご飯名前今夜の晩ご飯、こやばんは今夜の晩ご飯、とんかつ食べて買いたい。ミクは今すき焼きが食べたいから、すき焼き食べたい、うん。次、チョコレート、あ、チョコレート、イエーイ。あ、どうも高尾ラップです。あ、高尾ラップすごい、変えましたよ。ミクの馬にはなりたくない。なんてくださいよ。あ、つかさみこし変えてよ。あ、ありがとうございます。あ、トム大好き、改名してっちょだって。あー、トムさらへよーってしてください。トムさらへよーって、うん、ムトトムさらへよーって。次、何人の人生変えるねん。え、あれ、8083SOS って言ったのに、言ったのに。まあ808が気に入ってるならもう808、素晴らしい名前、うん。タピオカ、今日から隊長です、すみません隊長。次は、ダメ元で解明お願いします。あ、八太郎さん、桃太郎、桃太郎やろう、桃太郎。ギムミクさん、今日からギムミクロに生まれ変わりま、あー、やった次、性別変えてください。有心だし、さっき言っとくない？性別変えてくださいってどういうこと？何、女になりたいってこと？あ、男になりたい？え、性別変えてください。わかんないけど、顔でいいんじゃない？名前、顔、顔とか性別ないじゃん、顔でいいじゃん。顔、顔だしん、人間だしんでいいじゃん、もう人間、人間だしん、解明したいって。あ、ほんと？星野明さん、棒フラミンゴ、あの棒は、あの棒の棒で、棒の棒のフラミンゴはカタカナの棒フラミンゴ。あ、桃太郎だ、やったー、桃太郎、やったー、やったー。次はゆくりん、人生変えてって。宮脇まりかちゃん、かわいい、かわいい、ツインテールの何個、かわいい子っていう名前でいいよ、もうかわいいから、かわいい子、うん、なの、もうかわいい子でいいんだよ。かわいい子、うん、な、あなたの名前はもう今日からかわいい子、うん、はい、はい、次次次、このかです。あだ名がないのでつけてください。このかちゃん、どうしたの？このかです、うん、このかちゃん、あだ名がないんですか？うん、このの、このの、このの、にしちゃおう、うん、かわいいね、どうしたの？ふふってきた、ふふふ、ふふふ、変えたいよって。ヤハブサさん、
ヤッハーヤッハーいて、ヤッハーです、ヤッハー女の子には弱いおじさん。あ、え、シュートさんすごい。ミク、シュートとの名前をサッカーボールかシュートかどっちかで迷ってたんですよ。やっぱサッカーボールっていう名前にしようかなって思ったら、わ、気持ちがつながってた。シュートにサッカーボールの絵文字あった。さすがすぎる。そう、それがいい、最高すぎる、嬉しい。キョロロ解明してください。トロロ次。あ、小栗さんやった、ありがとうございます。次は、今日は無理かって、あ、ジャイアさん、ジャイアン、もう読みにくいからジャイアンだから、うん、ジャイアンよ俺は。って雄大さんは、雄大さんは大根、雄大根あ、ただの皮だ、嬉しい、ただの皮が来てくれた。次は、あ、レボリューションアスカさんありがとうございます、変えてくれて。まさきさん人生変えたいな、あれさっき変えなかったっけ。マー君、マー君でいいよ、マー君。よしもんもん変えて、あ、よしもんもん、いやそのままでいいようーん、あ、栗になってる、嬉しい、変えてくれてありがとう。解明したいって、あ、ミクアバターミクアバターいっぱいいるけど、ミクアバター、じゃあ今日は あと5分で終了、あと5分で終了します。次は、解明して、翔太さん、みこし、ピンクのクマ。次は解明しました、友達も報告してきますって来た、どうしよう、エビってつけてるどうしよう、ミクリンからエビっていう名前つけてもらったよって、どうしよう、報告されちゃう、友達に、やばいやばい、エビ、私ね今日からミクリンにエビってつけてもらったのと報告されちゃう、やばいどうしようキャプテン翼解明したいって、え、あの本田さん、はい、キャプテン翼さん、本田さん、半端ないって、マカレート解明したい、マカレートさんはさっき言った通りチョコレートで、初めての解明タイムお願いしますって。マーミコシ、マーミコシさんは、じゃあミクリンモンモンモンミクリンモンモンモンはい、あ、まさきじゃなくてマキキです、あ、マキキさん、マキキさんは、間違えて言うのもなんですけど、あ、どうしようかな、マッキーペン、マッキーペンがいいな、はい、 SOS でいいんです、そうです、 SOS です、8083、あとあれだったよね、なんか前コップのフチコみたいな名前つけてる人いたんですよね、はい、コップのフチコみたいないるかな、そう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 、いたよね、コップのフチコあ、ミクリモンモンモンになってる、やったん、コップのミクコさん、そうそう、コップのミクコさんいたんですよね、コップのミクコさんは、コップリン、はい、よーし。もうそろそろみんな解明お願いしますって。これなんて読むの、英語のミクアバター。チアちゃんなんとかみたいな方。シーなんとかの方。わかんないからもうオルナミン C。あ、コノノちゃんありがとうございます。やった。
よし、あとはいるかな。クーデター山下解明って、山下みくりん山下みくりん解明お願いします。ツーダホー、あ、やった、ツーダホーはもうツーダホーじゃん、いいじゃん、それでミクがさっきつけたやから覚えてますよ、ちゃんと誰を何につけてって。はい、あ、マッキーペンさんありがとうございます。ユージーズさん、あ、みんなコメントが早い早いぞ。俺はって、あなたももう変えたじゃないですか、月火水木金土日は1週間って言ったでしょ、長いからなんなん人生変えたいんじゃないんですか、1週間って言ったやん、覚えてますよ、月火水木金土日って長いんだよ、名前が1週間でしょ、そんなんもう1週間ってええやんけ、なんで7日間を1週間にまとめんと覚えてるのさすがって、うん、俺はって、もうミニオンラブさんはさ次期総監督じゃんってさっき言ったよね、つけたでしょ、なんなん、次期総監督になりたくないんですかね、応援してください、次期総監督って言ったでしょ、もう本当に変えたい人いないの、あ、変えたいってきた、へそ、あ、へそはいかんな、へそはダメだよ、なんならどうせへそはダメだよ、だってへそでしょ、やだやだ、顔顔、うん、みくりんまるさんにしよう、じゃあみくりんまるさんは、うーん、まるまるりんもんまるまるりんもんって、あ、タワーが、ひろゆきたん、あ、タワー2つありがとうございます、すごい、解明タイム中に、でももうそろそろ解明も終わる時期、解明祭りシェーって星になってる、ひろゆきさんは解明いたしますか、解明しますか、うん、解明しますかね、っていうか今どこにいるかも分かんないんで、1位に来たら話しかけよう、よし、するはてなってきた、逆にひろゆきたん、するするするしよう、じゃあひろゆきたんは今日から、パンパンひろゆきパンパンひろゆきにしたいです、はい、いつもポンピョンピョン飛んでるから、ポンポンひろゆき、ミクが言いたいだけ、ただパンパンってミクが言いたいだけあ、ボーフラミンゴさんちゃんと書いてくれててありがとうございます、やった、うん、なおいな、俺変えなきゃ、ヒロポンポン美容師、ダメダメ、ヒロポンポン美容師はもうダメ、ヒロポンポンがいいから、それはダメなの、それでそのままありのままそのままでいいの、うん、あ、山下みくりんさん解明ありがとうございます、ということで、あ、博士さん解明って書いてる、あ、その下にいる馬のアバターの人も解明って言ってる、あ、馬、うん、ヒヒーンっていう名前、その下の馬のアバターの人はヒヒーンっていう名前ね、うん、でその上にいたペンギンの人、あ、これいいじゃないですか、これ違うな、ペンギンの人じゃないな、これか、博士さんか、博士、丸メガネ、博士さんは今日から丸メガネっていう名前です、そう覚えた、もう博士さんは丸メガネ、じゃあ、あと3人ぐらいにしよう、解明したいって、きた、ここ英語の名前が難しい、 UVEFWOFLT さんかな、この方は、UV ミクリン、 UV カットみたいな言いません、 UV ミクリン、次あと2人、ひろなべちゃん、なべちゃん、いい名前あったら、ひろなべちゃん、ひろなべちゃんでしょ、ひろなべちゃんはな、ポカポカなべちゃん、ポカポカなべちゃんに過去ひろなべって書いててください、なべちゃんいっぱいいるので、ポカポカなべちゃん、ちょっとみんなの気持ちをあったかくしてくれる、ポカポカなべち
ゃあ、あと一人、はい、最後の一人、解明したい人いるかな。この人は解明させなきゃっていう人をね、ちょっと選ばなきゃいけないですよね。この人だけは助けたいっていう人いるかな。東京特許許可局っていう名前の人も言いにくくて変えたいんだけどな。なんか変えなきゃいけない人いるかな。ネビスさんが助けてて、ネビス、やばい、アバターオオカミに食われてるじゃん。ネビスさんにしようじゃ、最後はネビスさんは食われちゃえ食われちゃえっていう名前。もうなんかかわいそう、アバターが顔半分まで食べられてて、なんならもうそのまま全部食われちゃえばいいのにって思っちゃうから、食われちゃえ、くたばれくたばれ食われちゃえ。そう、はい、終わり、終わりました。はい、今日の解明タイムはちょっとブラックミクリンでしたね。食われちゃえ、大丈夫、星になってない。そう、なんかかわいそうだから、ここまで食べられてて、だからもう食われちゃえと思って、うん、本望、それが本望です。はい、解明はもう終わり、9時過ぎたのでお疲れ様でした皆さん。じゃあちょっと一人一人見ていこうかな。あ、書いてくれてありがとうございます、次期総監督と。あ、1週間さんも OK です。はい、あ、栗もありがとう、りっくんみくりんを止めるなんてかけたでしょ、カメラを止めるなんて。あ、ヤバスケいた、嬉しい。はい、ゆうゆうしんです、おるる。あ、みくりんもんもんもん、嬉しい。あ、 UV みくりん、みんな優しい。あ、チョコレートがいる、あー優しい。あ、シュートがいるよ、すごい。あ、コノノさんも、階段もいる、ミクの勇者さんもいる。あ、ボウフラミンゴ、やば、お気に入りうん、階段ってマジで謎。え、その男の中の男、今井さんっていう名前も謎だよなんか男の中の男、今井さんみたいな名前の人から階段っていう名前謎ってきたんだけど、ミク的から言わせてもらうと、男の中の男の今井さんっていう名前も謎だからね謎だよ、今井だと俺は今井だぞって男の中、そういうこと、今井さん、まあ、男の中の男の今井さんだもんね。そんなかっこいい名前つけられないようん、あ、嬉しい、変えたけど誰か分かる、ジリリンでしょ、目覚まし時計、やったー、ジリリン。はい、あ、笹エルさん、イエーイ、嬉しい。あ、これ犬なんだ嘘、なんか猫が旗持ってると思うアバターがあって、旗猫だっけ、猫旗、旗猫って名前つけたらこれ犬なんだけどってきたあ、犬と猫間違えちゃったかも。うん、まあいいんだよ、それも運命、運命だよそれも、旗猫。あ、リンゴさんいる、嬉しい。ダイヤモンドさんもいるね、嬉しい。オナラップもいる、うわ、ポン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 、ひろゆきさんもいる。あ、旗猫分かりましたって優しい面白すぎる本当よく見たら犬か、旗猫さん、これも旗猫さん運命です、猫になる運命だった、猫になる運命だったんですあー面白い、旗猫さんってめっちゃ面白い旗猫さん、もしかしたら旗犬になったかもしれないですね、うん、唯一そのまま、そう、いや、ヒロンポンポンはいいよ、うん、そう、似合ってる名前が、うん、ぼっちもなかなか、確かに、でもそのクリぼっちもぼっちも変わらんくない、ぼっちはぼっちやからさ、ぼっちはぼっちのままでいいんですよ、クリぼっちはもう、クリはいらない、うん、ぼっち、それがいい、素敵、ぼっち、ぼっちみたい、次解明するときぼっちに変えましょう、うん撮影のメイク、うん、撮影のメイク気に入りました、でミクも気に入った、ボウフラミンゴめっちゃ気に入った、マジセンスいい、ジガジさん
丸眼鏡解明して、あ、博士さん嬉しい、似合う丸眼鏡、いいと思う、目立ってる、輝いてる、名前が、うん、いいですね。気に入らないですって、あれなんか苦情来ました、ミクの馬ってつけた気に入らないですってきっと。ミクっぽにもミクの馬も変わんないからね、なんなら英語が日本語になったよみたいなもんだから、そんな気にしないでいいですよ、日本人になったって思う、そう苦情来ました、草ってだって、あ、バナナが3つ、お猿さん、あ、嬉しい、お気に入りだって、うん、やったー、うん、ミクのペンギンがいるなら許す、そうそう、ミクのペンギンっていう名前の人もいるから、ミクの馬も馬なんですよ、はい、ごめんねポニーさん、うん、握手会で名前言ったら分かる、分かる、そう、結構それで来てくれて分かりますよ、通じ合う、親じゃんってなる親じゃんってなる、そうはい、この名前一生大切にするって、赤もんもんありがとう、そう、親じゃんってなる、なんか名付け親なんで、ミクが産んだとも同然なんですよ、皆さんは今つけた名前の人だから、もう子供じゃんってなる、親じゃんって、そう、よく来たねってなるよ、そう、本当に握手会でまた解明してって、はいはい、どうも子でした子供がいっぱいできた、あ、1週間子供です、1週間はちょっとね、もうリーゼントにしちゃって、もう生まれた時からヤンキーみたいななかなか1週間にしてくれなかったからさ、ね、私もリーゼントしちゃってるし、もう、うん、我が道を行くって感じですね、なんか何言ってんだか、ミクのペンギンはちょっと、あ、苦情来ました、苦情、自分から解明したいです、ちょっとから解明した、ミクのペンギンっていう名前つけた、ミクのペンギンはちょっとってきました、あ、ミクの馬っていう名前もいるんですよ、なんならもう階段っていう命すらない名前すらあるんですよ、ミクのペンギンってね、いい名前だと思うんですけど、ミクはね、すごく気に入ってると思うんですけどね、うん、ミクリン推しでいい、そう、司ミク推しさんはもう今日からミク推しです、そう、生まれ変わったんです、ミク推しに、はい、司さんは今までのことを全部忘れて今日からミク推しになるんです、名前の通り無理やり感、スコって、いったんさん、スコスコスチ、うん、育ててね、ママってきた、アズニャン、かわいい女の子、かわいい、ミクリン押すのって、え1週間さん丸々リンモン、うーん、寂しいからミカ解明したことにしますって、ヒロポンポン、そう、ヒロポンポン、そのままがいい、パンパン、ひらパンパン、こんなんで2万人でいいか、そうですね、なんかもっとちゃんとした話した方がいいですよね確かに、じゃあ解明タイム終わり、イエーイ、パンプキンさんもみんなありがとうございます、みんないい名前すごく、はい、ということで、こんな視聴者数とは全然違うくだらない話をしてしまいね、伴ってないですね、お互い、まるまるリンモン、あ、タワーありがとうございます、あ、ペンギンが投げてくれた、タワー嬉しい、ありがとうございます、ペンギン総選挙1、お、ペンギン、ペンギン、まるまるリンモン、ありがとう、ペンペンペン、ペンギン、ペンギン、ありがとう、ペンペン、いいんじゃない、まるまるリモン、ペンペンっていう名前も好き、ありがとう、まるくんさん、タワーを、すごい、ペンペン、まさか終わりって、そう、解明タイム終わり、
終わっちゃいました。これ以上子供作れません。もう最後です。こんな覚えれなくなっちゃうから、誰を誰に変えたとか、そう博士さんを丸メガネにしたとか分かんなくなっちゃう急に名前呼ぶそうそう分かんなくなっちゃうから、こんぐらい今日はこんぐらいで許してください。そう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 体調にしたとかね、分かんなくなっちゃう。目覚まし時計とかさ、ジリリンは確か目覚まし時計だったの、分かんなくなっちゃう。そうそう、これ以上被害者あきちゃんマン被害者、これ以上被害者を増やさないためにもっていうコメントきた。被害者、被害者、ちょっと意味言ってる意味が分かんないですね。被害者ですってうん、言ってる意味が分かんない。どういうこと？ちょっとコメントと今ミクが話してることの会話が成り立ってないですね。被害者っていう意味が分かんないですね。ちょっと、階段とかねって何言ってる意味が分かんないです。どういう意味？ミクは解明してくださいって言われたから解明しただけです。覚えてもらえてよかった。かわいい、つかさみこしさんかわいい、全然覚えてる、全然覚えます。忘れないうちにまた来てください。私も配信しよう、いっぱい。マジマンジってきた。セイタさんめちゃめちゃかわいいアバターしてるのにマジマンジってきたどういう人なんだろう、あ、桃太郎さん、イエーイ、かわいいアバター、覚えてるってきた。1分も経たないうちに1週間さんの話してたのに1分も経たないうちに覚えてるってきた。やばい、やばいやつって思われてそうやばいやつ、やばいやつって思われてそう、愛情込めて名前つけたもんね。そう、いっぱい考えて名前つけた、そう三久ママタカオラップが守る。タカオラップ、イエーイ、タカオラップ。あ、きなこさん話変えて、お、何の話しますか。逆にきなこさんは何がいいですか。きなこさん、きなこさんきなこさん、自分の解明はしないの。はいはい、きなこさん、半分くらい雑に見えたけどちゃんとつけました。撮影の話だって、きなこさん。撮影の話ですか。もう最初の方に話、めっちゃ飛んだ、もうめっちゃ飛ぶ。最初の話しちゃったもんな、もうラルムの撮影でしょ。ラルム、ごめんなさいって全然、じゃあきなこさんだけに話すねラルムの、あのいつもそういうラブベリーのもう、あの専属モデルやったからいつもそういう現場とかよくわかるんですけど、何これ、あ、何これ、あ、タグ、タグじゃないか、ハンガーにかけるやつか、びっくりした、何と思って。なんかそのいつもそういう撮影の時ってめっちゃお菓子大量に置いてあるんですよ。あのラルムの今日のあのお菓子はきなこのお菓子がすごく多かったです。はい、きなこさんだけに、はい、っていうお話はい、そう、意外じゃないですか。なんかこう意外だなって思って、なんかやっぱモデルさんってめっちゃ細いじゃないですか。だからほんと厳しいんだろうなって思ってたんですよ、そのラブベリーの専属モデルになった時に。なんか厳しいんだろうなと思ってたけど、意外とその現場に行ったらなんかそうお菓子とかめっちゃ置いてあって、そう
なんか意外だなと思った。めっちゃ面白くないっていうコメント来るけど、私芸人じゃないから、なんなん君たちっていうか、その京介とかがさ、なんなん芸人じゃないから、もうそういうので、そう見るのがおかしい。そうイコール芸人みたいになってるけど、 HKT ビンゴとかやったけど、別にあのマジで芸人じゃないからね。違うのって、違うわ、芸人じゃない、芸人じゃない、うん、そうそうそう、普通に話したくてやってるだけなんです私あの、ね、芸人じゃない、震える芸人じゃないって何なん、うん、なんかね、そうめっちゃカズリンさん喧嘩売ってくる匿名、うん、本当に何なん、うん、そうだね芸人じゃないね優しい、誰この人、そうだね芸人じゃないねって、なんかめっちゃ難しい漢字一文字で書いてる人、なんて名前なんだろう、優しい優しい京介さんごめんねみくりんってちょっと京介さん仲良くしよう、お互いちょっともう平和に行こう、京介さんいた、京介、お京介さん、京介さん、京介さんみくりアバターじゃないですか、なんなん、ツンデレ、ツンデレ凌介さん、みくりアバターだったじゃないですか、ツンデレ、あれキュンキュンそこツンデレ可愛いって、あ可愛いって言われてますよ、可愛いって言われてますよ、うん、そうキュンキュン、はい、俺はツンって絡むみくり、めっちゃ今日視聴者さんとめっちゃ絡んでるペンギンが飛んでる、かわいい、さすが総選挙1位、かわいい、おだっち、俺も名前呼んでほしいって、おだっちいいね、アバターと名前が合ってる、うん、てっぺさん芸人アイドルでしょって、え、なんなんメモあれだね、なんかさてっぺさんもさリーゼントのさアバターじゃないですか、なんなんそのリーゼントのアバターの人はめっちゃ口が悪い口がお口が悪いですねリーゼントのアバターの人に注意やばい、1週間さんもリーゼントだようん、そのあれですね、ちょっと意味が分かんないっていう人もいるから説明しておきましょう。階段っていう、ちょっと階段、あ、そうね、オナラップもね、もう芸、もう芸人、オナラップは、あれです。あの、ナオッチョっていう名前だから、おみくってたまに言われるので、オーブつけてオナラップにしました。いつも元気な意味でオナラップ。そう、オーブって。そう、オナラップ。ちゃんと意味があるんです。そう。ちゃんと意味があるんです。そう。ヤバスケ俺はって、ヤバスケはもともとミクスケっていう名前だったじゃないですか、ヤバスケはなんかもう本当にマジ、なんかなんと言うんだろう、一本道にブンっていくっていうか、その真面目すぎるから、もうヤバすぎる真面目なの、だからもうヤバスケ、うん、ヤバいなって思うぐらいミクのこと応援してくれてるから、もうヤバスケ。そうで、階段っていう名前をつけたのはあの陛下さんなんですけど、あの名前に階段っていうあの文字が入ってるじゃないですか、漢字に、だから何にしようかなと思って、そういうね、階段ってつけた、ちゃんと意味があるんです、意味あったのって、そう意味あった、そう白猫2つもなんかその猫が2人2匹いたから、白とその猫をかけて白猫2つにしたんです、ちゃんと意味があるんです、はい、俺はって、あさあ佐々木朗さんのその支えるはミクのこといつも支えてくれてるから、もう素直に支える、一人一人ちゃんと意味があるんです、かけてるんです、ちゃんとその意味に気づいてください。レボリューションアスカさんも
あのアスカっていう名前だったから、ちょっと HKT に富吉レボリューションってやってるアスカさんっていうメンバーがいるので、まあレボリューションって言っちゃいました全然はい、という意味なんです。いろいろあるんです。そうなので誇りに持ってください、自分の名前。なるほど、納得っておならっぷ、納得した、自分の名前おならっぷ。うん、なんでそんなに肌綺麗なのって、あゆかさん、あ、はい、どうあるかな、私の肌はこんなに綺麗な秘密は、よいしょ、いつもこれを持ち込んでいるからです。これはオルフェスのあのパックなんですけど、今バッグから出したんですけど、これはね、このオルフェスの CM ソング担当させていただいてるんですけど、本当にすごくいいんですよ。これこの間お仕事させていただいた時にまたもらったやつなんですけど、いろいろ種類があって、これは透明感がいいんですけど、これをパックしてメイクするようにしてるんですけど、あ、宣伝禁止だ、あ、ごめんなさい、宣伝禁止って言われちゃった宣伝禁止って言われちゃった。うーん、じゃあ、あと1分だけ。この商品はこちらですね、なんかこうミクはこの透明感って書いてあるから、メイク前にいつもこれやるんですけど、本当に肌が長持ちします。こう冬って乾燥して肌とかカサカサになるんですけど、これをもうやってメイクすれば肌がずっと潤ってます。はい、そうなんです。だからぜひオルフェスパックいいですよ。ちょっと1分も経ちそうなんで終わりました。はい、あで YouTube の方にあの私が歌ってるあのオルフェスマイルっていう歌があるんですけど、もうすっごくいい歌で、ショールーム見終わった後でも、まあ、YouTube の方に飛んでいってあのオルフェス田中美久みたいな感じで検索したら出てくると思うので、あ、ツイッターの方にもリンク貼っていらっしゃるので、ぜひ聴いていただけたら、もうすごいかなり名曲です。すごいあの夜寝る前とかに聴くと寝やすいですよ夜寝る前に聴くと寝やすいですよ大事なことは2回言いました泣けますか、だって、私のふるさとっていう私が作詞した公約で作詞した曲があるんですけど、泣けますね。なんか本当に今日辛いことあったって思った時に、まあ、関係なくその見てください、私のふるさと、泣けますよ、涙で出てきちゃう、うん、泣いたわってリアルに泣いてる人いるから泣けますよなんか分かんないけど、総選挙頑張った方とかはなんか泣けるんですかね。ミクの総選挙頑張ってくれたミクリーってなるのか、ならないのかね、なるのかね。でも感動したって言ってくれてた、リアルに、うん、あれはヤバみだって。またなんかそういう機会あったらいいのにね、うん、はい、あ、普通にいい普通なコメント来た、あれはマジで泣けるって、マジで泣けるよって来た本当に普通ありがとう、うん、ちょうどあの自分の気持ちが熊本復興に向けて何かやりたいという気持ちが強かった時だったから書きました、復興ソング書きました、うん、泣いたって韓国の方もコンビニさんありがとうあ、カムサムリだ、泣いちゃうよ、泣いちゃうよ、うん、ミクリンとデートする気分になるもの、あ、それも総選挙の感謝祭の今年のやつだね、ミクリン妄想デートみたいなやつやろ、あれもあれも多分ツイッターにリンク入ってる気がする、はい、最後最後に注目、デートの最後に注目、うん、あ、私的あの MVP っていうのかな、私的ここに注目っていう部分は、
感謝祭のその、 あの浴衣のやつ、そう浴衣のやつなんですけど、あのあまりあの言いたくないんですけど、あの内容的に浴衣でデートして、その後になんかすごくあるんですよ、そういろんなシーンが。その最後の最後にあのこうミクを映した後に下に行ってまたミクを映すっていうシーンがあるんですけど、ミクのその手に注目ミクの手に注目してほしいです。はい、ミクリン、そのミクリンの手、ミクリンっていう行くまでのそのミクリンの手に注目してほしいです。注目ポイント最後の最後、ミクの手に注目してくださいっていう、この手に注目してください。そこが私的一番注目どころ、私の手ミクリン有能やな、それ、私あれはあのミクの手に注目してほしいです。はい、慣れてない感、そう慣れてない感やばいので注目してくださいそこ、うん、ツイッターにリンク貼ってるのでそこからポンっていけます。はい、そこからハート型ウイルスってね、感謝祭楽しかった、楽しかったな、ほんと。てか今年の公約まだできてないですよね、なんか ね今年の公約でも地道にあのちゃんとマネージャーさんとかに話するんですよ、どうなりますかって。で結構話しますよちゃんと進んでます。でも今年中には無理ですね、来年になります。もうちょっと待ってください、ミクリンの1日に密着、はい、もうちょっと待ってください。そう、なんかちょっと今 ごちゃごちゃちょっとなっておら、おられるのでもうちょっと待ってください、来年頃になりますかね。はい、去年の公約もねちょっとねえやっぱ MV だったので、もうすごくすごくすごくいい公約だったのでちょっと遅くなっちゃったんですが、今年ももうちょっと待ってください、いいものにしたいのでその分時間が必要なので待っててください。はい、うん、18歳の公約はある、え、まだわかんない、とりあえず17歳を楽しんでます。うーん、分かりやした、うん、明日24時間勤務なのです、励ましてください。やば、どういうこと、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください、頑張みくりん、私も頑張ろう、俺も24時間だ、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください、頑張みくりん、みんな大変、みんな大変みんな大変、馬だからって思う、みんな大変、大変ですね、毎日だよって、毎日、え、そんなのにショールーム見てくれてるの、すごい、うーん、みくちゃんが一番大変やで、そんなことないよ、あの楽しいから大変ってあんまないです。あ、大変だなってさ思う時もあるけど、基本的に好きでやってるのでですね。でもファンの方は仕事かって感じじゃないですか、だからなんかファンの人の方が大変そう仕事かって感じじゃん、感じなんでしょう。明日仕事だ、やったーじゃないんでしょ、私とのそこだが多分違うもん、私は明日この仕事か、もうちょっと仕事増えるように頑張ろうとか、あ、明日お仕事いっぱいある、やったーって感じなんですけど、多分ファンの人は明日仕事か、休みいつだみたいな感じなんでしょ、絶対そうでしょ、
増えたら嫌だなんでしょ。ほらそこの違いだよ。楽しまなくちゃ。そうだよ、そうそう、本当にでしょ。多分そこが多分違うんだと思う。うんねえ、うん、ミクでいう多分学校みたいなもんじゃない。ミク学校嫌だもんミク学校嫌だもん。朝起きるのにミク学校嫌だもんだから多分そういう感じか。うん、辛いよね。わかるわかるミク学校ね、勉強、まあでも勉強今しかできないからと思って勉強とか楽しいけど、なんかあれなんですよ、高校生怖いんですよ高校生の怖いんですよ、高校生の何その今時のあの男の人とか怖いんですよ。だからミクは嫌です。私は勉強は楽しいけど、うん、そう JK のノリがなんか女の子は ね、やっぱ中学校とかのとか言って楽しいけど怖くないですか。高校生の人ってちょっとチャラくないですか。ミクチャラい人に怖いんですよね、本当に。そうチャラい人怖くないですか。なんか渋谷とか歩いててもチャラい人多いじゃないですか。そうヤンキー、そうヤンキー学校にヤンキーがいるとかじゃないんですけど、なんかヤンキーやっぱね無理ですね。なんかちょっと街中とか歩いてて怖いなと思っちゃう。怖い、特にあれテレビでやってたハロウィンのやつとかもう無理、絶対無理、本当に絶対無理って思った。やばいでしょ。あのテレビでやったんです、ハロウィンの時の渋谷みたいなね。あんのもうみ怖い怖い、いけないいけない、楽しめない。みくは家でゆっくりしちゃう、あんなんやったら。そうそう、だからそのなんかそう、でも賑やかな場所はまあまあ好きですよ。でもあそこまで行くとなえるなっちゃう。うん、うん、ですね。うん、トラックひっくり返したね、それはやばみ。うん、そう普段の渋谷なら大丈夫。ミク、未だにでも東京あんま慣れないかな。うん、あんま慣れないかな、なんかそういう意外とコミュ障、そう意外とコミュ障。はい、なんか話すときすいませんって言っちゃういつも。あのその知ってる人とかは大丈夫なんですけど、なんか街中とかで、あすいませんとか言われたりいるじゃないですか。なんかそうお店にの紹介とかっていう人も多分いるのかな、わかんないけど、いう人もすいませんみたいな感じ言われたらすいませんってなっちゃう縮こまっちゃう、もうアリアリアリみたいに渋谷歩いてるんで、こうやって見えないように。そうなんですよ、美味しいご飯ありますよとかでも、あーすいませんってなっちゃう。そうそう、リスじゃない、リス、うん、コミュ障アイドルやん。えでもあの握手会とかはめっちゃ喋りますよ。なんか逆になんか何も内容考えてこなかった、なんだ、なんかあの無言の方とかたまにいるんですけど、全然それでもミクから話したりするから、握手会とかは全然コミュ障じゃないかも。喋るねって喋るうん、いくら言っても握手会うるさそう。うん、多分めっちゃ仲いい人たちだったらうるさくなっちゃうかも。めっちゃ来てくれたりしてる人たちはもうなんかね、友達っていうかもう親友っていうか、なんかそういう感覚だからうるさいと思う。はい、握手会バカ楽しいだって、うんね、めっちゃ楽しいよね、本当に面白い、うん、今度の握手会は無言しますって、喋っていいですかミクは本当に握手会また行きたいって、あ待ってます、嬉しい、うん、俺は在宅オタク貫くよって
でも本当に私在宅の方も多いんですよね。会ってみたい。はい。そう、なんかね、アイドルモードっていうか、なんかほとんど知ってる方とか喋れるますね。握手会とか。でも普通に歩いてる時とかはなんかあんま、あ、でもなんだろう、何の違いなんだろう。怖い人はうってなっちゃうけど、でも道わかんない時は普通に道聞いたりもできるので、何の違いなんだろうな、わかんない。何の違いなんだろう、よくわかんないけど、そういう感じ。バリアかな、そう、多分バリア張ってるんだと思う、渋谷とか。え、バリア。え、みんなこうやるよね、バリアって。やらない？こうかな。あ、鬼ごっことか。そう、違うんですよね。バリア、私バリアこうやるんです。そっちって、もうこっち、バリア。はい、安心感だよきっと、多分ね。そう、そんな気がする。ナンパが多分無理だから、そうやってるんだっけだと思う。ウィッシュじゃなくて、これバリ、そう、ウィッシュ、あ、確かにウィッシュとかぶる。バリア。マリアみたい、声がマリアだって。バリア。バリア。あー、面白すぎる。バリア。今一番何が欲しいですか？え、今一番ですか？今一番は、なんかね、一個でしょ？一個でしょ？一個でしょ？いや、あるんですよ。じゃあ、家が欲しくて、とかあるんですけど、人気。人気が欲しいです。人気ないから人気欲しいです。そう、でかい人気が欲しい。人気さえあればもういらん。今一番欲しいものは人気です。人気が欲しい。リアル。リアル。はい、触れないでください。人気が欲しい。触れないでください。あんまでも欲しいものないんです。はい、本当にあんま欲しいものないんですけど、唯一欲しいものは人気です。本当に正直でごめんなさい。人気が欲しい。ないですよ本当に。もう、はーい、私からのやら、あー、もうそれもう欲しい。あ、オーラ欲しい。すごい欲しい。そうですね、もっといろんな人に好きになってもらえたらいいな。身長も欲しいけど絶対無理。今日のイヤリングどこのですか？どこのだろう、わかんない。人気が欲しいですね。めちゃめちゃ人気やん。人気が欲しい。なんか、なんだろうな、濃ゆいファンの方が欲しいです。濃ゆい、なんだろうな、難しいことだと思うんですけど、なんだろう、濃ゆいファンが欲しいです。狭く濃くっていうよりも広く濃くっていう、なんかめっちゃ応援してくれるファンの方がいいですね。まあ軽く好きっていう方とか、なんか、まあミクリン、まあミクリンはまあ好きだよみたいな感じじゃなくて、ミクリン大好きみたいな、そういうファンの方が欲しいです。みんなにもっと好きになってもらいたいですね。そう、キャラが濃い人とかそういうのじゃなくて、好きが濃い人がいいな。そう、広く濃く、なんか広く浅くじゃなくて、なんか広く濃くがいいです。
欲張りだけど、なんかその気持ち、気持ちが大切。そう、イヤリングすごい、そうイヤリング可愛いですね、すごく。握手会初めてだけど大丈夫かな。大丈夫、これから、これから仲良くなりましょう。そう、狭いのはダメかって、なんかファンの人に負担いっぱいかけるのが個人的には好きじゃないっていうか、なんかその違うなって思ったから、ファンの人の負担を少なくするためにも人気が欲しいはい、なんかこういうアイドル活動してたら総選挙とか、なんかファンの人に負担かけるちゃったりするイベントもないわけではないじゃないですか。だからって考えたら、なんか負担とかあんまかけちゃうのあれだなと思って、もともとファンの人楽しませるためなんか、だからまあいっぱいファンの人いたら一人一人の負担減るかなと思うから、いいか、こういうファンのね、広く濃く人気になりたいですね。でもそう、負担と思ってないよって言ってくれるのが嬉しい。ありがとうございます、嬉しいですね。そう、本当にだからショールームイベントとかラルムのかも本当大丈夫かなと思ってましたよ、皆さんのことはい、でもめっちゃ楽しみってコメントめっちゃ来てて、本当にショールームみんなで頑張ってよかったなと思ったね。よかった、広く理想的やね、うん、そんな感じね、いい思い出って、いや本当なんか夢夢ですね。マジで言うとアイドル増えすぎて大変だねって芝丸さんアイドル増え、でもどんな子入ってくるんだろうってワクワクはしませんか。こんなにもさ、かわね、いい子いっぱいいるんだっていう気持ちになっちゃうね。かわいいがいっぱい、改名変えたの気づかない、あ、クールデーター山下さん、クールデーターの山下さん、山下みくりん、そう、5期生も入ったしね。なん、あんまこの間リハーサル一緒だったけどあんま話さないので、ちょっと一人一人仲良くなっていきたいな。K-POP アイドルっぽい、あ、今日美咲ちゃんにも言われました、なんか服を着てたらさらになんか韓国人っぽいって言われました。メイクと多分前髪とかじゃないですか、あと服、その時に着てた服、顎気になる、そう、顎を最近よく触っちゃうんですよね。なんか考える時こうしません、あーって、そうだからよく考える時ここ触っちゃいますね、癖かも、癖かも私の癖かも、顎触るのやば、それ考えるときうーんってなっちゃうから顎触っちゃうんですよね。考える人、夢を語る詩人か、癖だね、癖です、顔触りがち、ほっぺもこうよく触りますし耳も触りますね、癖です、本当に自分もするって、あ、本当？そう、考えるときね、顎に手を置いてる、多分みんなも置いてると思うよ、顎に、そうだね、で絶対やってる気がする、あ、花ちゃんとかやってるもん、花ちゃんも、え、花ですか？とかやってるから絶対やってる、みんなやってる、
花ちゃん絶対やってる。花ですか？花は絶対花ちゃんこういうことやってる気がする。花は花ちゃん絶対こう。花ですか？花はサシさん。サシさん。リノちゃんもこれ リノちゃんのポーズだから。花ちゃんは花はこれ花ちゃん。絶対みんな顎触ってますよ。めちゃ似てるって。リノちゃんミクはそうだね、これだからひげ触ってるみたい。ひげないのに。ミクこうやってたよね、さっき。こうやりますね、ミク。こう顎出ちゃう、やだやだ。あ、顎が出ちゃう。上来そう。上来そう。はい。みおちゃん？みおちゃんは考える時の顔？わかんない。こういう顔しな。みたいな感じじゃない？みおちゃんこう。さくちゃん？さくちゃんは考えてる時こういう顔か、こういう顔。あ、クマタワー。パンダさんありがとう。クマタワーをありがとう。パンダさん、パンティーありがとう。モノマネうますぎ。モノマネ。ですかね。はい。あ、なんかそろそろ、もうそろそろ時間の、今のうちにアバター読んどこうかな。どうしよう今。どうしようかな。もうそろそろしとこう。はい。47分。あ、本当ですか。何分ぐらいにやろうかな。もう今からやっとこうかな。じゃあ今から。13位は階段。イエーイ、みつのりさんありがとうございます。階段ありがとう。はい、解明ありがとう。大好き。あ、大好き。あ、オーラありがとう。次12位はみよみよりんもん。ありがとう、みよみよりんもん、ありがとうございます。嬉しみくりん初男女だって。え、嘘、すごい、ありがとうございます。11位はひろぽんぽん美容師みくりんりん。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ10位は石秀さん、ありがとうございます。石秀さん、すごい、熊本って書いてあるよ。 ありがとうございます。すごい、おめめ。9位は目覚まし時計。お、ありがとうございます。なこみくん、ジリリン、目覚まし時計ありがとうございます。イエーイ。8位は、お、やった、栗。最近あんま会えてないけど、忘れんでね、多分ミクがアイドルやめても忘れてないと思うので大丈夫です。ありがとうございます、栗。次7位は白猫2つ。ミクとミククと耳が好き。ミクとミクとミククと耳が好き。ありがとう。1位って書いてあるよ。かゆみありがとう。人生変わるかな。変わる。ミクのことがもっと好きになった。次6位はヤバスケ。あー、ヤバスケありがとう。本当にヤバスケ、ヤバスケめっちゃ気に入った。ヤバスケありがとう。ミクスケ。5位は、あ、ポカポカひろなべさん、ありがとうございます。やった、ポカポカ、ありがとう、ポカポカひろなべさん。次は、4位は、あ、ロータスさん、ありがとうございます。ロータスさん、すごい、ロータスさん
ロータスさん、タワーもね、ありがとうございました。ロータスさん、次3位は、あ、イエーイ、まるまるリンモン、ありがとう。ペンペン、あ、ミク、最後にリカーバ投票締め切りが明日だから、もう一回告知しよう。あ、そうな、明日、そうですね、ドキドキ。2位がパンダさん、ありがとう。パンダさん、クマ、ありがとう、ありがとうございます。やったー、ありがとう。1位はポンポン、ひろゆきさん、ポンポンありがとう、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ。海面、ありがとう。みくりん、今日も可愛いよ、明日もが可愛いだろうなって。あ、ありがとう。あ、ちょっと遠いから遠いだ、よし、ストーブつけてたんですよ、私。よいしょ。はい、ということで、よし、OK ありがとうございました、見てくれて皆さん。ということで、あ、そう、リクアバの締め切りが明日なんですよね。リクアが締め切り明日ですよ。はい、皆さん、リクアはぜひ、まだ投票してないよっていう方はぜひロマンティックビヨンに投票してください。よろしくお願いします。皆さん、ロマンティック病ですよ。はい、もう何にしようかなって思って、もうロマンティック病一択なので、一択です。ぜひよろしくお願いします。投票したって、お、パンティー、ありがとう、パンティーありがとう、もちろんって、皆さん、ありがとうございます。もう投票したって方も本当にありがとうございます。はい、大好きなロマンティック病は最近披露できる機会全然ないし、披露してないので、リカワで久しぶりに披露できたらなって思います。もう披露ね、歌わないので、もうね、多分、はい、ありがとうございます。なので、ロマンティック病ありがとうございました。まだ時間があるみたいで、よろしくお願いします。うん、ということで、何か話すことあるかな。うん、あ、ということで、まあ、改めてラルム、ありがとうございます。もう、とはといえば、あの、ラルムお礼したいなって、またっていうか、報告したいと思って始めたので、本当にありがとうございます。1月17日来年発売です。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そう、メイクも髪型もラルム仕様で、すごくないですか、ラルム、お団子はい、ということで、見てくれてありがとうございました。そう、ひたすらピンク、そう、メイクが赤ピンク系ですね。目元は赤っぽく、うん、ひろけいさん、お仕事お疲れ様です。はい、ありがとう。みくも明日お仕事頑張ります。皆さんも頑張ってください。うーん、みんな明日何時起きなんだろう。頑張ってください、お仕事頑張ってください、部活も頑張ってください、学校も頑張ってね。私も学校も頑張るし、お仕事も頑張ります。うん、頑張れみんな。うん、あ、ランキング変わったって。お、じゃあ読み直します。13位が階段、12位がヒロポンポン、11位が石秀さん、10位が栗、9位が目覚まし時計、8位がみんなミクさん。あ、みんなミクさん、すごい、ありがとうございます。壇上に来ましたね。7位が、白猫2つ、あ、おばた戻った。6位がヤバスケ、5位がポカポカひろ鍋、4位がロータスさん、3位がまるまるリモン、2位がパンダさん、1位がひろゆきさんですね、ポンポンひろゆきさん、ありがとうございます。はい、リクアももう最後になっちゃうし、はい、今日は明日がリクアは投票締め切りっていうの
なのでロマンティックメニューよろしくお願いしますっていうことと、ナルムが来年の1月17日発売っていうのを報告しに来ました。ありがとうございました。はい、配信見てくれてありがとうございました。長時間、はい、タワーもありがとうございました。アイテムもおやすみなさい。おやすみクリーン。最後にほっぺた伸ばしてください。はーい、よーん。ホームベース、ありがとうございました。